周りの目を気にして子供と関わっているなと感じることはありますかはい、どうもこんにちは。ライフスキルコーチのミスターオカッチです。親も子も楽になる緩める子育て、始めていきたいと思います。今日のテーマは、アダルトチルドレンが悩む子育ての壁。ねえ、僕、アダルトチルドレンなんです。はい、僕はね、自分がアダルトチルドレンであるということに気づいたのは2年ぐらい前です。 2021年とか2020年ぐらいかな、2、3年ぐらい前なんですよ。そもそも僕は自己肯定感が低いし、人の目が気になるし、人の役に立たなければ自分の存在価値はないと思ってたし、自分で怒りを抑え込んでいた。 自分で感情を抑圧していた。そういう自覚はあったんだけど、そういう特徴を持ってる人のことをアダルトチュードレンと言うってことを知らなかったんですね。すいません。ずっと心理学の心理学畑にいたんですけども、アダルトチュードレンであるということに気づいたのはもうここ数年前だということ。でね、やっぱこのアダルトチュードレンの方が悩む子育ての壁であったり、子育ての問題っていうのが結構共通してるなっていうのがあって、今日はね、それ19個ぐらいまとめてるんです。ぎゅっとまとめてます。 で今ね子育てがうまくいかないのも親子関係がうまくいかないのも、えー、何かしら問題があるのもあなたが悪いわけじゃなくて過去の親子関係が影響しているかもしれないということで、まあ、そのようにね親の影響で生きづらさを抱えてしまった人のことをアダルトチュードレンというふうに呼ばれているんですけども、えー、今日はねまさに生きづらさを抱えているアダルトチュードレンの親が。 ぶち当たる子育ての問題について解説していきたいと思います。 子育てがうまくいかない原因がわかるだけでも心は緩み、そして軽くなります、えー。最後まで聞いていただけたら嬉しいです。今日もね、だいたい1時間ぐらいべちゃくちゃ話すと思いますので、ゆ、え、る、ー、くね、作業系 BGM という形で家事をしながら通勤途中にでも、えー、聞いていただけたら嬉しいです。えー、この番組では親も子も楽になる緩める子育てをテーマに、子育ての依頼だとか自分を責めてしまう、 えー、自分責めやね。それを緩めるコツとか、子供を自立させるための考え方、そして関わり方を紹介しています。よければチャンネル登録よろしくね。あと、公式 LINE とかもやってます、えー。有料講義で紹介している、えーね、講義動画、それを26本プレゼントさせてもらっているので、概要欄からチェックしてみてください。はい。ということでね、ちょっと水を飲んでから、うん。 スタートしていいいいきたいと思いますはい、今日も長いね、19個。一つ一つがね、結構ね、重いんで <laughs>、どれぐらいになるかなというのがまだわからないんですけど、ちょっとやっていきたいと思います。まずね、あのー、これを始める前に、アダルトチュードレンって何なのかっていうのも2、3分で話しましょう。でアダルトチュードレンっていうのはね、 えー、子供の頃に家庭内トラウマによって傷つき大人になった人たちのことを言うということで、まあ、シンプルに言えば自分の感情を抑圧されて育った人ってことね。 そんなことで泣くなとかね、えー、そんなこと、そんなわがまま言うなっていうことで、言いたいことが言えなかったり、自分が感じたまま表現できなかったり、自分のことよりも周りのこと、親のこととか、そして下の子の面倒を見させられたりとかしながら、子供なのに子供を生きられずに、えー、育った大人のことをアダルトチルドレンと言います。 まあ特徴としては、まあ、自分の感情やニーズがわからないとか、自分の言いたいことを主張できないとか、そのままの自分では良いと思えないとか、自分が大切な存在だと思えないとか、自分の人生をどう生きたらいいかわからないというような特徴があります。そのようなアダルトチル,レンチルドレンが大人になって、そして親になった時に、どのような壁にぶち当たるのか、それを今日は19個紹介していくというような感じでございます。はい。えー、まず一つ目。イライララが。 ひどいイ、はい、イライラすするんですねこのイライラってまず何なのかというと、あのー、理,理想と現実のギャップなんですねイライラっていうのは理想、まあ、それは自分の中でこうありたいこうしたいもっと言えばこうすべきだ そのマイルールであったり、信念であったり、価値観、まあ、そういう理想と実際に起こっている現実、子どもの言動ですよね。勉強しないとか、片付けしないとか、兄弟喧嘩するとか、学校行ってくれないとか、ねえー、汚い言葉ばっかり使うとか、そういうやつ。そういうい現実と 自分の中にある理想、学校行ってほしい、勉強してほしい、片付けしてほしい、きれい、えー、なことは使ってほしい、靴を揃えてほしい、などなど、その理想と現実にギャップがあるときに、イライラするんですよ。そう。で、アダルトチュードレンのね、親はね、あアダルトチュードレンの方はね、アダルトチュードレンと言いましょう。アダルトチュードレンはね、やっぱり幼少期に苦しい思い、辛い思いしたから、子供にはね、同じような辛い思い、苦しい思いをさせたくないと思いが強いんですよ。 自分がいろんなことで苦しかった。ん例えばね、えー、なんだろうな、えー、幼少期にほったらかしにされたと。ほったらかしにされて苦しかった。だから、子供にはね、えー、ちゃんとこう話を聞いてあげたり、絵本を読み聞かせてあげたり、遊んであげたり、子供の要求には応えてあげたいって、いろんな思いがあるんですよ。いろんな思いがあるんだけれども、でやるんだけれども、で子供はやっぱりその親の思った通りには行動してくれないじゃないですか。親として、やっぱりね、えー、勉強で困ったから、 子供にはしっかり勉強させたいって思うんだけど、勉強してくれないことってあるわけじゃでしょう宿題やってくれないとかあるわけじゃないですか。そうなったときに、自分の中にある理想、勉強しないと困る、勉強しないと将来苦しい思いをする、そんな思いをさせたくない、そういう理想があるんだ。だけれども、現実、勉強しない。だからイライラするんですよ。そうなんです。そういう理想とか、こうすべき、ああすべきっていうルールがものすごくたくさんあるんですよ。それは自分の親に植え付けられたものでも結構あります。 ね、自分の親に愛されるために、ね、自分の親から言われた言葉それを守らないと嫌われてしまう、叱られてしまう、そして居場所をなくしてしまう、だからそのルールを守ってきたんです、ちゃんとしなさい、わがまま言っていけません、早くしなさい、女の子らしくしなさい、そういうやつですよ、ね、静かにしなさい、そんなことで泣くな、そういうやつですよ。 そこで泣いてはいけない、静かにしないといけない、言いたいことは言ってはいけない、イライラしてはいけない、怒ってはいけない、などなど、そういうルールが、えー、いわゆる人生脚本、人生のシナリオとして、えー、す,みすり込まれてしまい、そのシナリオ通りに今子供と関わっているということなんですね。シナリオ通りに毎日生きているということなんですよ。なので、 そのシナリオで描かれている自分の理想、こうすべき、ああすべきっていう、その理想と現実にギャップがあるから、いろいろイライラしてしまうんだよねっていうところでございます。2つ目、完璧を求めてしまう。そうよね。 これもやっぱり幼少期に自分が完璧にした時にだけね親の期待に応えて算数も100点国語も100点体育もできてピアノも上手そうやって期待に応えた時に褒められたり認められたり抱きしめられたりね自分の居場所が作れたとそういう風に 親だけじゃなくて大人、先生の期待に応えることでね、頑張って努力することで自分の居場所が作れた、そういう成功体験を積んでいるので、自分は何事も完璧にしないといけない、人の期待に応え,て応えないといけない、ね、それがね、ものすごく強いんですよ。逆に完璧にしなかったら、自分には価値がないと。人の役に立たなければ、自分なんでここにいてはいけないし、嫌われてしまうし、居場所をなくしてしまうし、傷つくし、苦しい思いをする。その思いが強いから、 何でででももん完璧にししよううとしちゃうんです、ね、子育てもそう、家事もそうです。ね、全部手料理にするとか、えー、旦那さんが9時に帰ってきたらちゃんと晩酌して、ご飯作って、お風呂もちゃんとこう、ね、入れてあげて、旦那さんがお風呂上がるまでちゃんとこう起きていてとかね、そういうことも含めて、全部完璧にしなければいけないってなってしまう。 そうすると、やっぱりね、24時間、時間を限られているし、でやっぱり、あのー、すごいタスクが多いわけじゃないですか。僕が想像している以上にこう、子育て、そして家事、そしてもしかしたら仕事もされてるっていうことになれば、ものすごくやることが多いので、現実的に全部完璧にはできないですよね。ってなったときに、あ自分は完璧にできなかったっていうふうに自分を責めてしまったり、ね、頑張りすぎてしまって、心と体を壊してしまうっていうケースもあります。 で常に体が疲れていて、えー、心もどんよりしているから、不機嫌な状態なんです、ね、で不機嫌だったら、子どもの悪いところばっかり見えてくる。で些細なことでイライラしてしまい、えー、ガミガミ叱ってしまう。で、後で後悔するんですよ。なんであのと時あんなこと言ってしまったんやろうって、ね。私は子育て失格やっていうふうに自分を責めてしまって、自分の力を自分で奪ってしまうっていう悪循環。そのようなことありませんか それは自分のことだけじゃなくて、子供に対しても完璧を求めてしまうんですね。ちゃんと7時に起きて、そこから7時半、45分には家を出ないといけない。学校から帰ってきた宿題をして、7時半までには、ねえー、お風呂に入って、で8時半には寝るとかね。そういうふうに子供のスケジュールもそうだし、子供の行動に対しても完璧を求めてしまう。そうなれば、子供は苦しいですよね。息が詰まるよね。で、自分の気持ちを押し殺してしまうよね。もしくは 反発するよねうるさいわって,言ってで反発して親子関係が悪くなったり逆に子供は親の言うことを聞いていい子ちゃんになってしまって結局自分と同じ生きづらさ、ね、いい子ちゃんとして完璧にこなすっていうその生きづらさが子供に連鎖してしまうこともあるということです完璧を求めてしまう3つ目子供の短所ばかり目がいく どううでしょうか。なんでうちの子は字が汚いんだろうとかね、なんでうちの子ちゃんと息継ぎできないんだろうとか、スイミングスクールでね、なんでうちの子シュート入んないんだろう、なんでうちの子変なフォームでだあのなあの走るんだろうとか、とにかく、まあ他の人と比べてでもそうやし、ねえー、自分の子のいいところではなく、欠点ばっかり目がいってしまうで。欠点が見つかるから、これを直さなければってなってしまう。 ね、ああうちの子算数できないから雲鳴習おそうって字が汚いから習字教室行,こう行かそうとか運動神経悪いからちょっとサッカーでも習わしてみるかみたいな形で欠点を直すための関わり方が中心になってしまうそうするとねやっぱり子供も苦しいよねなぜなら欠点とか短所っていうのは自分の苦手なことだから成功体験ってなかなか得られにくいんですねで欠点っていうのはね好きなことじゃないケースが多いじゃないですか、ねえー、僕は字が下手やったし字を書くの嫌いやったんですよ なのに、習字教室通わされたということで、その習字、文字を書く意味も見出せん、なんで文字書かなあかんのみたいな感じでおったし、僕は走り回りたいなみたいな感じでおったし、走り回ったら怒られるしね。で、あのー、一生懸命書いたね、えー、字にね赤ペンで思いっきりツつけられるわけじゃないですか。ここはちょっと跳ねすぎとか、ここのバランスが悪いみたいな感じでね。うん、そうそう。なので、成功体験が得られにくいんですね。成功体験が得られないと自信をなくすんですよ。 ああ自分は何をやってもダメなんだみたいな感じね。そういうふうな自信がなくなったら学習性無力感ってことで何事にも挑戦しなくなる。どうせ無理やって。やっても無駄だと。傷つくんやったらやらん方がマシやってなっちゃうんですね。 はい、なのでどちらかというと僕は短所だけじゃなくて短所を直すことも時には必要なんですけど長所を伸ばすっていう方が特に自信を高める上では大事なんで自信とか自己肯定感をねである程度自己肯定感とか自信とかが高まってくるまではどちらかというと得意を伸ばすっていう方向でいいんじゃないかなっていうのが僕の基本的な考えですだけどアダルトチルドレの方はね短所ばっかり目がいってこのままだったら子供が将来困るんじゃないか自立できないんじゃないか仕事に就けないんじゃないかっていう恐れ 不安が湧いてくるからその恐れて不安を払拭するために短所を直そうとするんですね。はい。4つ目、先回りしてしまう。ねえー。近年ではその過干渉が話題になってますね。えー、虐待は増えてるんですけど、虐待の中の6割を占めるのがまさに心理的虐待。この過干渉なんですよ。ね えー、過干渉っていうのは子供が求めていないこと望んでいないこと子供の気持ちを無視して親の価値観を押し付ける行為ですね,ね中学受験した方がいいよとかね、えー、中学受験のも、あのー、塾を決めてくるとかねするための塾を決めてくるとか何だろうあの友達と付き合ったら、あのー、不良になるよみたいなこ友達の交友関係に口を出したり ね、朝の準備を全部親がやってしまったりねもちろん年齢にもよえますよそのそのやってあげることも必要な時もありますけども、ね、高学年になって中学生になって忘れ物を届けるその必要あるでしょうかどうでしょうか、ね、もちろん過干渉をどこまで LINE するのかっていうのは難しいと思いますがとにかくそういうふうに子どものね失敗をする経験を奪って ね、失敗しないようにしないように、えー、親が先回りして手助けしていると子供は失敗の中で学ぶという経験をしないし自分で動いて自分で考えて自分で選択して自分で決めるそういう主体性も身についてこない主体性が身につかないつまり自分で選んだことじゃないから人のせいにするんですよ、ね、いやこれママが選んだことやからこれ別に僕やりたくなかったからっていうふうにね自分の人生なのにそれは自分の人生の責任を取らないんですよ自分で。 自分の人生の車のハンドルを違う人に握らすんですよ。で、何かあったら人のせいにする。政治のせいにして、テレビのせいにして、ね、偉い人のせいにして。で、自分は文句と愚痴だけ言って、自分は何も行動しない。それじゃ人生変わらないんですよ。そうですよね。自立できないんですよ。なので、子供に主体性を身につけるであったり、自分で考えて行動する機会をね、身につけさせるためには、今のね、話題の非認知能力を高めるためにはね、先回りしてはいけないってこと。 すべてが全て先回りしてはいけない。ここは助けるべきか、ここは見守るべきか、しっかり境界線を引くことが大事。だけど、アダルトチルドレンの方はね、自分のね幼少期にその境界線を踏み越えて親がどん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 入ってきたから、親がどん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 自分の境界線を破って入ってきたから、人と,の人,と人との間の境界線をどうやって引くのかって難しいんですね。それは子供との関係だけじゃなくて、パートナーとの関係もそうだし、職場との関係もそう。 思わず言い過ぎてしまったり、なんだろうな、えー、相手が自分の、ね、領域に侵入してるのに、ねえー、求めてないアドバイス、助言をしてきたのに、自分はそれをニコニコ笑っていると、不快な思いをしてるんですよ。だけど、相手が入ってきても、ズカズカ入ってきても、何も言わない。そうすると、どんどん舐められるわけでしょ。舐められるっていうのは、人として、人としての尊厳を傷つけてもいいと、こいつは何を言っても許されるみたいな感じで、えー、下に見られるんですね。 対等の関係が結べないんですね。そうなると、どんどん傷つけられていくわけじゃないですか。苦しいでしょうん。それと同じことを子供に体験させてはいけない。そうですよね。子供にも人と人との関係性をちゃんと対等に結びつける。そういう会話力、対話力、えー、人間関係を作る力、そういうのをね、身につけさせてあげることが大事で、そのためにはね、人間関係をどうやって身につけるのか、それは親との関係ですよ。 親と子の関係性、その中でねあ、こういうふうに話したらいいんだあ、これを言ったらママは傷つくんだと、そういうようなやり取りの中でねあ、自分の中でどういうふうに話を聞くのか、どういうふうに伝えたらいいのかということを学んでいくで。そこで学んだことを家の外でも実践するということですね。なので、しっかり、ね、対等に付きあっていく。I am OK, you are OK, 私は OK であなたは OK。そういう関係性の中で関わっていくことがすごく大事だなと思っています。 そ,そ,そ,それを、ね、考えたときに先回りする、過干渉になる、過保護になるっていうのは自分より下のものに見ている、つまり子供を所有物に見てしまっている可能性があるんですね。子供は所有物ではなく人間であり、親はまた子供の奴隷ではなく、召使いではなく人間ですということです。子供には子供の人生があり、私には私の人生がある、あなたにはあなたの人生がある。しっかり境界線を引いて関わるってことを大事ですよね。はい 次行きましょうか。次は。はい。えっとね、その前にね、どうでもいいこと言っていいですか。今日はね、なんとね、ポッキーの日です。11月11日。あ、ちなみにね、今午前10時51分なんで、あと20分ぐらいで11時11分です。はい。お祝いしましょう。はい。ということでね、えー、5番ですね。5番は、責められていると感じる。 そうなんですよ、あのー、自分の子育てに自信がないしそもそも自分という人間に自信がないそして子どもの時に何をやっても叱られたお兄ちゃんと喧嘩しててもあんたが悪いって言われたりしながらねそういう風に叱られたり怒られたりする経験があったということであったり、えー、と自分に自信がないということからね子育てにおいて何か悪いことが起きたり問題が起きたら自分が悪かったっていう風に自分を責めてしまうんですね例えば子どもが学校に行けなくなった あこれは私の関わりが悪かったんだと子供が感んを起こしたあきっと愛情不足なんだと、ねえー、このお,にお兄ちゃんが、ねえー、妹下の子に意地悪をしたあこれは私あパートナーに対する言葉遣いが悪かったからだみたいな形で全部自分が悪いと自分の言動自分の、ね、コミュニケーションの仕方であったり生き方であったり、ねえー、子供との関わり方によって今の子供が作られてしまった全部私が悪いんだっていうふうに責めてしまうんですね。 やっぱそうなると苦しいし辛いですよね。常に不安と緊張の中で子供と関わっているってことじゃないですか。だってね、子供が何か起こしたら、自分が悪い、自分が悪いという風になって、自分がね、傷ついていくわけだから。で傷つかないように、ね、えー、子供子供がね周り、周りの人に迷惑をかけてはいけないってなってしまうやろうし、なんとしてでもいい成績を出させないとってなってしまうわけじゃないですか。んまあ、周りの人にも責め,た責められたくないし、ちゃんとして親やと思われてない。そして、変な親やと思われたくない。 だから、ねあのー、子供にちょっとこに結果を求めてしまったり、ね、期待が強くなったりしてしまうんですね。それは自分が責められたくないからなんですよ。でもこれは自分も苦しいし子供も苦しいですよね。子供と親の人生がもうイコールになってしまう。つまり子供が悪かった時には親も悪くなるっていう風になってしまう。親の価値も認められないってなってしまうとやっぱり子供ももプレッシャーじゃないですか。 で、プレッシャーになってしまう状態では、自分がやりたいことは見つからないし、安心をしていないから、安心できない状態でやっぱ自己肯定感で高まらないんですね。で、安心できていないから、やってみようって思わないし、なんか自分が絶対成功することしかできない。面白いこととか、楽しいこと、新しい、ね、こんなことを一歩やってみようかなと、一歩踏み出してみようかなと思ったとしてもね、でも失敗したら怒られる、失敗したら叱られる、嫌われる、やめとこってなっちゃうわけでしょ。なっちゃうわけでしょ。 なのでなのでやっぱり子どもの生きる力、ね、一歩踏み出す力とか自己肯定感を高める上でもね このののめめられててていいるなって感じの心緩めていくのも大事ですね、でね、えー、今回はね、あのー、どうやって緩めるのかっていうのは一番最後にちょろっと話し,ます話しますけど、どちらかというと、こういう特徴があるっていうことをメインで、えー、今回の動画では解説したいと思います。他の動画ではね、具体的にどうやって緩めるのかとか、えー、7月に発売させていただいた、親も子も楽になる、緩める子育てでは、まさにこのような自分の親に植え付けられた間違ったルールとか、親に愛されるため ために自分自身で作り上げたそういう作戦人生戦略ねえー、完璧にしなければいけないとかね助けを求めてはいけないとかわからないと言ってはいけないとかそういう一人で抱え込んでしまうなどなどそういうアダルトチルドレンの方が、えー、持っているそういう特徴を特徴であったり特性を緩めるためにどうしたらいいのかって具体的なことを1冊にまとめてますもしよかったら概要欄からチェックもしてくださいチェックしてくださいねはい6番 世間体が気になるうーん、まあ、これは先ほどにもお伝えしましたけどやっぱり子供と自分の、えー、価値っていうのが子供の価値と自分の価値がもうイコールになってる子供の成績表が自分の成績表になってる子供のパフォーマンスが私の人間としての価値になってる、ね、子供がレギュラーとして活躍してたら私,は私も OK 子もがッケーで子供が 補欠やったら私の育て方が悪かったんだ。私の価値がないんだ。私のそ教え方がまずかったんだってなってしまう、ね。子供の成績が悪かったり、子供が学校で問題を起こしたら、自分が責められているなと感じて、自分も人間としての価値がなくなったように感じてしまう。だから常に周りの人からの評価を気にするんですよ。学校の先生に変に思われてへんかなとか、ママ友からね、えー、ちゃんとした親と思わ,思われてるかなとか、そういう風に、ね、 子どもの心であったり、親と子の関係性だけじゃなくてね、そこよりも、どちらかというと、そこを飛び越えて、周りの人からどう思われてるかなっていう方に意識が飛んでしまう。だから、本当に大事な子どもの気持ちであったり、今ここの親子環境をどうより良くしていくのかっていうところには、意識が飛ばないんですよ。意識が向けられへんから、ないがしろにされていく。だから子どもは気持ち無視されたって感じるから、ね、お母さんはね、あなたのためよって言ってるけど、それ世間体やろって。 あなたのために言ってるのよ。あなたのために中学受験した方がいいと言ってるのよ。いやいやあんた、あなたがね、僕が中学合格したらね、誇らしくなるから、うちの子、どうしたに合格したって言いたいんやろ。だから、そういう風に言ってんやろ。っていう風にね、やっぱね、分かっちゃうんですよ、子供は。分かっちゃうんですよ。分かってしまったらどうなります言ってることと思ってることが違うなってなったら、これやっぱ不信感じゃないですか。信用されなくなるんですね。 何を信用したらいいかわからなくなるんですよ。だからますます子供は親の内心を知ろうって、そっちの方に意識が向けられるんですね。親の顔色を伺うようになるってことです。自分の気持ちを置いてけぼれにして、親の顔色を伺ったり、親に反発したりして、ね、いい関係が築けなくなるということ。でやっぱりね、小学生までに、えー、いわゆるラポールっていう関係性。 ラポールというのは、ね、心理学用語ですけど、えー、お母さんなら、お父さんなら、どんなことを言っても受け入れてくれる、何があっても僕の味方なんだというふうに思ってもらえる、そういう関係性を作るってことがね、やっぱ一番大事だなって僕は思っていて、うん、もっと分かりやすく言えば、親子関係の中に安心感を育てるってことですね。お互いが自然体,自然体で、えー、自分の辛い気持ちだったり、苦しい気持ちもちゃんと共有できる、弱みも出せる。 ねえー、その自然体の状態で、えー、一緒に過ごせるそういう関係性を作ることっていうのが僕は何よりも大事やなと思っているので、えー、その時に世間体を気にして子供と関わったりあなたのためよと言いつつでもそれはじ実は、えー、自分のためであったり周りの目を気にした行動であると、えー、子供に信用してもらえなくなるよねそれやったら周りの目が気になるからって言ってあげた方が正直ですねまだね周りの目が気になるからちょっと金髪するのやめてほしいってね そう言ってもらったらまだまだわかる。まだわかる。はい。7番。失敗が怖い。これね、まあ、完璧主義っていうところにもつながってくるんですけど、2番のね。うーんやっぱ間違うことであったり、失敗を恐れてしまうんですね。分かってるんですよ。 子育てに正解はないって分かっているんだけど間違ったら自分には価値がないように思ってしまうし1回間違ったらもう取り返しがつかないんじゃないかって自分のような苦しさ辛さを子供に味わわせてしまうんじゃないか今の間にね集団生活協調性を身につけさせないと小学生になったら学校に行かないってなっていじめられたりするんじゃないか。ねなので 幼少期に厳しくしつけをしてしまうであったり、子どもの気持ちを無視して、ね、個性以上に社会性の方を重視してしまうであったりね、ね子どもがやりたいって言っても、いや、これやっても失敗するだろうなと思ったら、やめといた方がいいよっていうふうな声がけをしてしまったりとかね、それはやっぱり子どもが傷つかないようにって子どものためにっていう気持ちはあるんでしょうけど、ある,あるんですよ、絶対あるんですよ、子どもへの愛情はあるんですよ、あるんだけれども、そういうふうにやっぱ失敗を恐れていたら、成長できないんですよ、子どもは。 だって僕たち私たちは失敗しながら学んでいくわけじゃないですか失敗することでうまくいかない方法を発見してあこれやったらダメやったんやな次は違う,やり違うやり方しようってなるわけでしょそもそも新しいことをやるってことは失敗とは切,り切っても切り離せないんですね もう古いことやること。例えば、あの髪の毛を洗うとかね歯み、歯を磨くって言ったら、まあそ、そんな失敗することはないよね。まあ、ちょっとこの、なんだろう、目に水が入るぐらいで、痛ってなるぐらいで、ね、ちょっと歯ぐきにこう歯ブラシが当たってちょっと血が出てしまうぐらいでね、そんなに失敗することはないでしょ。で失敗しても、うわ、もう俺,じ俺人生おしまいや。私、もう生きていかれへんわ、みたいなことないじゃないですか。<laughs> ね、そうなんですよ。やっぱ失敗の中でいろんなことを学んでいくわけでしょ。 でそういう失敗の中で新しいことを経験する、えー、新しいことを経験する中で失敗するこれやな新しいことを経験してやりたいなと思ったことそれを挑戦していく中でねこれが自分には向いてるこれは向いてないってことが分かったり失敗の中であ次はどうやったらいいんだろうっていうふうに自分で考える力が高まったりでそれ考えた作戦を行動する実行力が高まったりするわけじゃないですか行動しないことにはやりたいことが見つからないんですよ <laughs> 動いてみないいとと、えーね、音楽と一緒ですいろんな音楽聴いてみることで「あ私セカオ顔は好き」とか「あでもちょっと牧原のりゆき嫌いやな」とかね分かってくるじゃないですか自分には何が向いてて何が向いてないのか「<laughs> 愛はわかつ大好きだ」って、ね「どんな時もあいい牧原のりゆきはあんまり好きじゃないんだけどどんな時はいい曲だよね」とかそういうことでしょ やっぱりいろんな音楽を聴いて、いろん,いろんなき音楽を聴くことで、あ自分にはこの音楽が好きとか、この音楽嫌いっていうの分かるし、いろんなものを食べていくことで、私、椎茸嫌いやけど、納豆も嫌いやけど、ナスビも嫌いやけど、カレーライス大好きみたいな感じで、やっぱりね、触れてみないと、食べてみないと、聞いてみないと、やってみないとね、自分には何が向いていて、何が向いていないかっていうのが分からないですよね。ね分からない。で、その実験するってこと、試してみるってことには、失敗はつきものであり、 絶対避けられないんですよこれからの人生ね失敗という道と成功という道2つの道があるのではなくてこれはね GACKT さんが言ってたんだけど1本の道があって成功というゴールがありその成功というゴールの前に失敗という道があるんだとつまり成功というゴールにき立つ到達するためには失敗という道を過程を進んでいかないといけないんだっていう考えを持つと失敗を恐れなくなるよっていうのを言って,る言ってましたね で僕もこの絵を描きながらね人生には失敗という道と成功という道があるのではなくて一本の道しかないんだと。一本の道。それは失敗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 ,失敗で成功。 でこ,の道を進進この道を進んでね、僕たちは私はね。それは野球かもしれへんし、バスケかもしれへんし、ピアノかもしれへん。そのピアノの中での成功、例えば入賞するってことかもしれんし、英語やったら英検5級合格するとか、そういうことかもしれん。自分がやりたいこと、それを一つの成功と見立ててね、その成功するためにはね、必ず失敗があるんだよと。で失敗をすればするほど成,に成功に近づくんだよというふうに僕は伝えています。はい。 どうでしょうかあなたにとって失敗とは何ですかそれを自分の言葉でまとめてみるのもいいかもしれませんね。はい、次行きましょうか。8番、自分を責めてしまう。どうでしょうかあ、これ、やったか。 責められていると感じる。あ、ちょっと違いますね。責められていると感じるのと自分を責めてしまう。まあ、結構一緒やけど、すいません。<laughs> 結構一緒やけどね。まあね、これは、とにかく自己嫌悪に陥ったり、罪悪感を持ってしまったり、自責ですよね。こんな母親でごめんねっていうふうに自分を責めてしまうんですよ。ねえー、私は母親失格だと。何かが起きたにあに、あの自信を失うような言葉を自分に投げかけるということですね。 まあ5番とほぼ一緒なんですけどすいません <laughs> 無理やりちょっと違う言い方をしてるんですけどね <laughs>、はい、とにかく自責そういうことあるねあのー、あちょっと言い過ぎてしまったなダメやと思ってるけど同じ,同じ悪いことやってしまうんだなって自分ではダメやって分かってるんですよ頭では分かってるんだけどガミガミ叱ってしまうとか先回りして助けてしまうとかね子供が一生懸命練習してるのにアドバイスし,してしまうとかうるさいって言われてるのに助言してしまうとかありません ダメやと思ってしまうけどやってしまう、ね。そしてその自分を責めてしまう。またやっちゃったって、ね。こんな私は母親失格であり、もし自分がこの子の母親じゃなかったら、この子の才能をもっと伸ばすことができて、この子は幸せになったのにな。ごめんなさいって。そういう気持ちで子育てをしている。苦しいですよね。 人生というかこの、ね、人,人間として、ね、いろんな感情、感覚があるんですけどもちろん孤独になるということはすごく辛くて寂しいと思うんですよ孤独感というのはすごく寂しいんですけど、えー、やっぱり、ね、自分で自分を責めるというその自責感というのもものすごく辛い感情の1つなのかなと思って僕の中ではトップ5に入る辛い感情というのはやっぱ自分で自分を責めている感覚そう無力感を感じたりとか。 ねえー、無価値観を感じたりするそ,そこにも近いんだけどそれがやっぱりね生きていく中で結構辛い感情の一つなんかなっていうのは僕は思っていてで自分で自分のことを責めてしまうとどん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 自分に無力感を感じて無価値観自分なんて必要ないんだと自分なんて母親でない方がいいんだとこの世に必要ないんだっていう風な無価値観に結びついていくわけでしょでそれはやっぱねそういう風なエネルギーそういう状態ってエネルギーが湧いてこないから、ね、そういう状態で今日も子育て頑張るぞーって なならないでしょう、ね、無力感無価値感を感じながらね、うん、なので、ね、やっぱ子育てをしててもしんどいし子供と関わってても可愛いと思えなくなってくるということですよねはい、えー、9番「周りの人に振り回される」 そうです、ね、だから幼少期の時に自分がやりたいこととか自分の気持ちではなくて周りが求めていることであったり周りの気持ちを尊重してきた大事にしてきたでそういう機会が多かったからでそ,れそれをすることで周りの人に認められたりいいやつやなとか言われたりしたからねだからそれが自分の中ではもう染み付いてるんですよ成功例としてでそういう生き方がもう身についてるんですね人生脚本に、ね、なのでなので今さら20年30年40年生きてきて 自分に自信を持てとか、自分の意見を、自分の決めたことを、なんだろうな、自分でまず選ぶとか、自分で決めるとか、自分で決めたことに確信を持つって、これ難しいんですよ。だってこれまであんまりやってきてなかったから、これまで自分で選んできていない、自分で決めていない、自分で決めたことに納得して、自信を持って、確信を持ってやるぞと、主体性を持って進むっていう経験がなかった、少なかったからね。だから、なんだろうな、自分に自信を持てないんですよ。 で自分に自信を持てないから、自分ではない人の意見を聞きたくなる。聞きたくなる。ママ友であったり、学校の先生であったり、あなたが学校に行けないのは、あなたの育て方が悪いんですよ、と。ね、で私は、学校に今行かせることよりもね、行かせることよりも、子供を休ませた方がいいと思っている、思ってるんだけど、先生にね、いや、今休ませたら、今ずっとこのまま休むようにな,るなりますよ、と。親として、しっかり学校に行かすことが、 親と親の役割じゃないですかみたいなこと言われて、あそうかもしれへんっていうふうに揺れてしまったりね、別に揺れることはいいんですよ、揺れることはいいんだけど、本当に自分が大事なことは何なのか、子育てにおいて大事なこと、今の子供にとって大事なことは何なのかっていうのを、自分の軸を持って選ぶことって大事ですね。 だけどアダルトチュードルの方は自分軸ではなく他人軸なので自分,の自分で選ぶとか自分で決めることができないあまりね他の人の意見であったり育児書であったりそういうインフルエンサーの方の意見言葉に左右されてしまうというような傾向があります10番子育てに自信を持てない、うん、ここまで話してきた通りそのように自分で選んで自分で決めてきた その自分で選んで自分で決めたことがないし自分で決めたことで成功したという体験がないからないから自分に自信が持てないんですよそう自信を持つために大事なことっていうのは自分で選んでそこで成功したっていう体験をすることなんですよそこなんですねそうでもっと言えばその中で自分で決めた約束を守ること ね、自分があんなことしたい、こんなことしたい、それは英検合格したいでもいいし、なんだろうな、えー、試合に出たいでもいいかもしれへん。じゃあそのために、じゃあ毎日50メートル走るぞとか、えー、単語を 10, 10個毎日覚えるぞでもいいかもしれへん。そうやって自分で決めた約束を守っていく、その過程の中でね、自分でやりたいっていう目標に向かって、自分で決めた約束を守っていく、その積み重ねによって自信が湧いてくるってことなんですね。 これ、どちらかが一方でも、一方を欠けててもダメなんですよ。つまり、自分で選んで自分で決めたゴールではないってことであったり、えー、自分でやるって決めた約束を守っていないってことであればね、これ、どちらかが欠けていても自信が持てないんですよ。自信を持つためにはこの2つが必要なんですよ。自分で決めているということ。で、その決めた約束を自分が守るということ。この2つがね、 自信を持つためには僕はすごく大事やなと思っていてなので子供には選ばせる機会決めさせる機会っていうのをできるだけ多くしていますはいということで10番まで終わりましたね1から10あのー、どうでしょうあ今11時8分でした今ふと時計見たら11時9分あと2分で皆さんすごいこと起こりますよどうでしょうカウントダウンします今11時9分21秒ですよ <laughs> すいません <laughs> 関係ないわなポッキーの日で11時11分になってもな <laughs> なんか起こるわけじゃないですね <laughs> はい行きましょうあ11番や <laughs> 11番や今 <laughs> すごいやんこれ <laughs> じゃあ11番を、ね、ちゃんと11番を説明してるときにそれしましょうよあのお祝いしましょう11番じゃああと、ね、1分で2分か頑張りますね比較してしまうあこれですよねだから あのー、これは幼少期のときにね子供と、えー、自分のお兄ちゃんとかお姉ちゃんとか、下の子とか友達とか、いろんな人に比べられて、いろんな人に比べられて評価されてきた。あなたはお兄ちゃんよりもできるねとか、あなたはお姉ちゃんよりもできないねとか、ね、下の子はなんでこんな静か,下の子静かにしてるのになんであなたはそんなにわがままなのとか、ね、常に誰かと比べられて評価されてきた。<laughs> そういう経験があるから、 ね、自分も大人になった時に子供と他の子を比べてしまったりママ友と比べてしまうママ友は、ねあのーそのね、自分の子供もを、ねえー、週末であったり毎日こう公園で遊ばせてあげているのに私はそれができていないとかね、えー、夏休みハワイとか行かせてあげているのに私のどこはそれができていないとかうちの子は他の子はねなだろうな字が上手に書けるのに全然上手に書けないいつも枠からはみ出しているとか、ね、あと15秒ですよ。 何、えー、て言うっけそうそう。とか、とにかく、他の人と比べてしまうってこと。他の人っていうのは他の子であったり、ママ友と,と比べてしまう。うん、そうすることそ、うん、そう、そう、比べてしまって、えー、ちょっと集中できへん、ポッキー。はい、じゃあ、お祝いしましょう。<laughs> 11時11分です。ありがとうございます。11月11日、11月11日、11時11分。今、11番を紹介してます。はい、ちょっとここ、これをちょっとやらんことにはね、進めないんで。はい。 でポッキーの日って何な何があるのはい、えっとね、比較してしまうってことでしょうん、そうなんですよ。そういうことあるね、あの、子供を他の子と比べてしまったり、自分の子育てを、えー、インスタグラムでね、他のママと比べてしまったり、ママ友と比べてしまったりとかありませんかそうなると、苦しくないですか何をやっても、何をしてても、ずっと満たされない。ずっと誰かに負けている。 ずっと何かが足りない感じ、そう、競争だから、勝ったときには OK、負けたときにはダメみたいな、ただどれだけ自分がいいパフォーマンスをしたとしても、負けてたらダメみたいな、ね、でも人に勝てるかどうかとか,、ね人からす、人と比べて優れてるかどうかっていうのは、自分にはコントロールできないですね。どれだけ自分が優秀でも、ね、自分より優秀な人がおったら勝てないわけじゃないですか。 そもそもか子育てとか人との人間関係というのは勝った負けたじゃないでしょないでしょプラス子供の自己肯定感を育てるためにはね、自己肯定感っていうのは誰かに勝ったから俺すげーとかね、えー、一番だったから俺って天才っていう,そう、そういうことではなくてね、まあそれはいいんですけど、天才って思うのはいいんやけど、えー、それ以上に自分には英語もできる、英語はできない、ねえー、漢字は書けない、だけどダンスはできて、ねえー、国語はできる。 だから、そんな自分、できることもあれば、できないこともある。そんな自分、OK! というふうに思える感覚。これが自己肯定感じゃないですか。何があっても大丈夫だと思える感覚。そういうわけでしょなんか全部100点を取ることが自己肯定感の高くなる秘訣じゃないんですよ。自分ができていないところをしっかり受け入れて認める。これが自己肯定感を高める一つなんですね。秘訣なんですね。だけど、その時に常に人と比べられて,比べられて評価されていたら、どうしてもやっぱりね、人と勝った時だけすごいって。 100点取ったからすごい。1番になったからすごい。というような条件付きの自己肯定感が高まっていく。そもそも自己肯定感というのは無条件なので、人と比べて評価をしていると、本当の自己肯定感って高まらないんですね。だから何をしてても人と比べる。だから本当に自分がやりたいことがあっても、こんなことをやっても誰にも喜んでもらえない。人にすごいって言ってもらえない。だからこれをやるみたいな感じで、自分がどう生きるのかは、人と、 人,人にすごいって言われるかどうかとか人に勝てるかどうかっていう形で自分の人生を選択してしまうどうでしょうそれって子どもの幸せなんでしょうかねもちろん子どもが幸せかどうかは子どもが決めることだと思うんですねだけれどもどうでしょう子どもは自分がやりたいと思ったことを、えー、素直に叶えられるそういう生き方そういう力を身につけさせてあげるってことも大事なんじゃないかなって思います なので比較をしてしまうとねどうしてもそういうような条件付きの自己肯定感しか身につかないので自分がやりたいこと以上にやるべきことを優先したり誰かに勝てないと私は価値がないんだって思うそういう思考が植え付けられてしまう可能性がありますよねはい12番「1人で抱え込んでしまう」ね子供の時にお父さんとかお母さんが忙しかっただからお母さんとかにねなんかこうあれやってこれやってって言えなかった 何我慢していたんですね本を読んでほしかったし公園で遊んでほしかったしキャッチボールしてほしかったでもなんか疲れているし不機嫌だし、えー、頼めなかったで,で,でねそういう姿を見てるから親のそういう姿を見てるから自分も大人になった時に家事も育児も完璧にしないといけない誰,に誰かに助けを求めてはいけないっていう、えー、価値観が植え付けられてしまい、ね、その助けを求めることは弱いことなんだと自分の弱みを見せてはいけない でそういうふうに、ねえー、思い込んでしまって苦しい時にも辛い時にも、えー、分からないことがあっても分からないと言えない助けを求めることができない全部一人で抱え込んでしまう誰かに頼まれても頼み事を断れないそのようなことはありませんかねやっぱり抱え込んでしまうと重いですよね重かったら進まないですよねで疲れますよねそうなので 本当にできることとできないことをしっかり見極めて、できないことはできない、ね、分からないときには分からない、えー、助けが欲しいときには助けを求めるってことはすごく大事なんじゃないかなと思います。ただそれを分かっていてもできないってことですもんね。そう じゃあどううしたらいいのかっていうと、緩めるってことなんですよ。緩めるためには5つのステップがあります。それはね、えー、過去のこの YouTube でも紹介していますので、まだ今回はね、緩めるってことに関してはちょっと一番最後にチラッと紹介するけど、えー、どちらかというとそういう特徴はありませんかっていうところで、えー、ここは終わらせておきましょうか。はい、1人で抱え込んでしまう、助けを求められない、頼み事を断れない、分からないと言ってはいけない、そのように感じることはありませんか ?13 自分の親を頼れないうんこれはねやっぱりね親子関係がうまくいっていないっていうことなんですよ一言で言えばねうんだから自分の親というとなんかモヤモヤしてしまうなんかイライラしてしまうし優しく接することができない、ね、憎しみが湧いてきて、ね、帰省するたびになんかこう嫌な気持ちになって帰ってくるできれば会いたくない そのような感じを持っている。それはね、幼少期の時にね、えー、寂しい思いをさせられた、傷つけられたって、その時の傷がまだ癒えていないんですよ。癒えていない。であったり、今に大人になっても、子育てのことであったり、仕事のことであったり、いろんなことをチクチク言うてくる。子供の時の時と同じようにね。そういうことがあるから、一緒にできれば痛くない。一緒に痛くないから、頼ってしまうと、ね、距離が置けないわけじゃないですか。でそういう意味で、自分の親を頼れないってこと。 うん親,親との関係がうまくいっていないから、ちゃんと親に弱音,を弱音を吐いたとしてもね、それはあなたが悪いみたいなことを言われて <laughs>、余計傷つくし、それだったらもう親を頼らないってことにしていると、そういう方も多いですね。もう親と距離を置いているってことだったり、もう親といると、なんかもやむかムかするし、もやもやするし、優しく接することができない、でそれがまた辛いんですよ。ね、もう一つの価値観として、親を大切にしなければいけないとか、親孝行しなければいけないっていう価値観も入ってるんですよ。 だから自分の中で葛藤してるんですね。親を許せないっていう感覚親。親に対してイライラするっていう感覚と、親を許さないといけないとか、ねえー、親に優しくしないといけないっていう感覚。ここは,ここは葛藤して、結局、親に優しくできない自分はダメなんだっていうように自分を責めてしまうんですよ。それが苦しいんですよね。はい。ちょっと水飲みます。はい。えっとね、じゃあ次はね、14かな。 愛情の与え方がわからない。ね。子供の時に愛してもらえなかったから。抱きしめてもらえなかったから。絵本を読んでもらえなかった。ハグをしてもらえなかった。スキンシップをしてもらえなかった。話を聞いてもらえなかった。自分の気持ちをちゃんと受け止めてもらえなかった。ね。愛してもらえなかった。だから、ね。愛してもらえなかったから、どうやって愛したらいいかわからない。 どうやって抱きしめていったらいいかわからない。どうやって子どもの気持ちを汲み取ったらいいかわからない。共感したらいいかわからない愛あは。ハグしたらいいかわからない。スキンシップしたらいいかわからないんですよ。ね、基本的に、ね、子育てもそうだし人間関係もそうだしあらゆることに通じることなんだけど自分が育ててもらったようにしか人を育てることはできないんですよ。 だから子供の時に自分が育てられたのと同じように子供を育ててしまうんですね。反面教師にしようっていうパターンも同じですよ。ね、親にされた子嫌やったことはせんとこって思うことこれはまた後で紹介しますけどそれも同じなんです。で結局自分が育てられたようにしか人を育てることができないだからこそ自分が育てられたかったように自分を育て直すことが大事だと。 親と,とか大人のライフスキルを身につけて自分軸を作って自分が納得できる生き方を作り自分が納得できる子育てをしていこう自然体で親も頑張りすぎず子供をのびのび育,つ育てるそういう関わり方を見つけようそういうことをね、えー、ライフスキルコーチ認定講座とか生き方プロジェクトとか、ね、もっとライトに言えばインスタグラムの月額600円のオンラインサロンでやってるんですはいであのー、そうなんですで育て直しすることは可能やから で自分を育て直してきたら自分で自分を育てたように子供を育てることができるってことなんですよだから自分を育て直すことは子育てにも大きく影響してくるってことですねはい15番子供が可愛いと思えない、ね、これまで散々話してきましたけど、えー、子育てに自信がないとかねえー、一人で抱え込んでしまって、えー、ず,ずっと疲れが溜まってる状態しんどいストレスが多い まあそのような状況で子供が可愛いと思えるわけがないじゃないですか。自分が無理をしていて、不機嫌で、時間もない、エネルギーもない、ね、自信もない、どう関わったらいいかわからない、子育てが苦手だ、そんな状態で子供を可愛いって思える方が不思議ですよね。まあ、思える方もいるんですよ。いるんでしょうけど、そんな状態で可愛いと思えなくて当然なんですよ。 当然なんですで、す。そもそもね子供を産んだら自動的に母性というものが育まれてくるっていうのはないんですよもちろんホルモンの関係でね、まあ、一部そういうものはあるんですけれども身体的な変化とかも含めてねホルモンのバランスが変わるとかあるんだけれども自動的に子供を産んだとたんに愛情が芽生えるってことはないんですよ愛情が芽生えるっていうのは愛情を与えるっていう行動をすることで徐々に愛情関係が深まっていくってことなんですよ 産んだ途端に愛情がみるみる湧いてくるってことはないんですよ。ないんですね。ね母親として母性が当たり前のように湧いてくるわけじゃないんですよ。自分が子供と向き合ってもちろん自分の状態を整えた上でね自分が安心した状態で子供と向き合って子供に対してこう愛情をかける関わりをしていく中で子供に対して愛情が湧いてくるんですよ。 自分がそういう行動をするから愛情を与えるという動詞ですよ。動詞を与える、動詞そういう行動をするから愛情を感じられるようになるんですね。自動的に愛情が生まれたってことはないんです。そうなので、子供はが愛いと思えないっていうのは自分がそのどうやって子供と関わったらいいかわからないであったり今、自分がその愛情を持てる状況にないもう疲れきっている状態、自分の時間もない、自分を愛せていない。 そもそも自分を愛せていない状態で他人を愛することができないんですよ。だからこそ、まずは自分を愛する生き方を作っていこうという話をしているんです、ね。自分のことが好きではない、自分のことを愛せない、その状態で何かを愛すってことはでき,できないんですよ。だからこそ、まずは自分のいいところを見つけたい、自分の、ね、日常生活、暮らしを愛す,愛すべき空間に変えていこう、自分が愛するようなライフスタイルを作っていこうということを、えー、やっています。はい、16。 子供が自立するのが寂しい,、えー、いや自立してほしいんですよ。幸せになってほしいんですよ。社会で困ってほしくないって思ってるんですよ。もちろんこの家も,出て家もねゆ、ゆくゆくは出ていってほしいと思ってる。ゆくゆくは出ていってほしいと思ってるけれども、本当にそのね、その、ね、<laughs> そのそのなんていうか、期日が出ていくっていうのが決、ま決ま、なんか見えてくると、いや、自立してほしくないなとか家家に出て、家から出ていってほしくないなとか、ねえー、もっと私のこと頼ってほしいなって。 湧いてくるんですねそういう感情が。なぜなら頼られるってことは嬉しいわけじゃないですか。頼りにされているっていう、ね。頼られるってことで、子供に頼ってもらえることで、分からないことを教えて、分からないって、どうやったらいいのって聞かれることでね、自分の存在価値を確認できるわけでしょ。でも、自立されると、それができないんですよ。自分で解決しちゃうから、ね。頼ってもらえなくなるから。それが寂しいんですよ。でその寂しいっていうのが、もう言語化されてるケースもありますし、 無意識のケースもあるんですね。無意識に寂しいと。無意識に心のどこかでそれを感じている。寂しさを感じているから、無意識に子供の足を引っ張ったりするんですね。子供が自立するしようとするのを引っ張ったりする。やめといた方がいいんじゃないって、ね。大学に行かない方がいいんじゃないとか、それをやめといた方がいいんじゃない。自立するために大事なことであっても、でもなんとなく心の中ではそれを応援できないって。そんなことありませんかはい。17。 子供中心の生活で自分の時間がないということね。そもそも自分が何が楽しいとか、自分がやりたいとか、自分がこういうふうに生きていきたいっていうのがないんですね。だから自分が分かんないんですよ。自分の心とつながった生き方をしていないから。自分の心が求めていることを行動するっていう生き方ではなくて、周りが求めていることを行動する。周りの期待に応えるってことをやってきたから、自分が何が欲しいのか、何がしたいのか、どう生きていきたいのか、それが自分では分からないんですね。 なので、どうしても子供ができたら、子供中心の生活になるんですね。子供を幸せにしたい。ね、自分の親にされたことはしないとか、ねえー。子供を自立させる。幸せにするんだ。ということで、子育てが生きがいになってしまうんですね。で子育てが生きがいになってくるから、自分の時間がなくなるし、自分のお金も、時間も、体力も全部子育てに費やされていく。そうすることによって、自分の時間が取れなくなるんですね。 自分の時間が取れないから、ますます子供への執着が強くなる、ね。宿題やりなさい。勉強しなさい。また忘れ物したの。片付けしなさい。意地悪しないで。ね、そういうふうに子供の問題行動に目がいってしまって短所、短所を直そうとしてしまい、そしてあれこれ、ち逐一、子供に、えー、言葉書きをしてしまう。勉強しなさい。早くしなさい。ってね そうすると子供は鬱陶しいわけだから親子関係も悪くなったり逆に先ほどお伝えした通りいい子ちゃんになってしまって自分自己をなくしてしまうと自立できなくなるということですねなので何としてでも自分の時間を作るということ 子供以外の生きがいを見つけるってこと。これはね、えー、親も子も楽になる、緩るめる子育てでも書きました。子供以外の生き方を見つける、そのためにはアーティストデートが大事だよねと、そういう話をしました。詳しくはね、そちらを見てほしいんですけども、とにかく子育て以外の趣味であったり、やりたいことであったり、生きがいを見つけるということ。で、自分の時間を作って、そして、えー、時には、ねその、自分のためにお金を使うってことも大事なんじゃないでしょうか。はい、18。 ししして欲しかったことをしすぎる、ね、子供の時にあれもしてこくれなかった、これもしてくれなかったっていうのがいっぱいあるから絵本読んでほしかったなとかピアノ習い合わせてほしかったなとか、ねえー、習い事会話してほしかったなとかななんだろうな大学に行きたかったなとかあれ留学し,てし,たしたかったなとかいろいろとやりたいことがある満たされなかった感情があるからこそ子供には同じような辛い思いをさせんとこと ね、自分がしてほしかったことを全部子供にしてあげようってなっちゃうんですねそうそうなるとどうなるかっていうとここにはね何がないかっていうと子供の気持ちがないんですよ自分がしてほしかったことを子供にするだけど子供がそれを求めてるかどうか分かんないですねだって自分と子供は違う人間だからつまり子供の気持ちを置き去りにして無視した状態で 親の価値観を満たすために、親の寂しかった感情、子供の時に傷つけられたその傷を癒すためにしてほしかったことをしてしまう。そうすることで、先回りしたり、過干渉になったり、過保護になってしまったり与え、与えすぎる子育てになって、子供は自立できなくなる。自分で考えられなくなり、自分で行動できなくなり、自分い,ついつまでたっても指示待ちになってしまう。ね指示待ちになってしまう。19、これ最後ですね。 自分がされて嫌だったことをしてしまう。ね。自分がされて嫌だったことはせんとこせんとこと思って我慢するんだけれども結局我慢をしてるんだから。だって我慢してるんですよ。無理をしてるんですよ。ね。本当だったら甘やかしてはいけないと思ってるんですよ。で、そういうに育てられたから。甘やかしてはいけないと思っているんだけれどもあ、ま、おも思っているんだけれどもね、えー。思っているんだけれどもね。何だろうな。えー 思っているんだけれども、えー、どこかやっぱり子供にも、子供のね、願いを叶えてあげたいとか、ね、先ほど言った通り、子供がピアノ習いたいって言ったらピアノを通わしてあげたいとか、自分が、なんだろう、されてこなかったこともやってあげたいと思うんですよ。思うんだけれども、それをピアノ習わせるじゃないですか。習わしたときに、自分がしてもらえなかったことを子供にしてあげたっていうことで、嫉妬が湧いてくるんですね。自分はピアノの習えなかったのに、この子はピアノ習えてるって嫉妬が湧いてくるんですよ。 でもそれは親が願ってることなんですよ。自分がして欲しかったことを子供にしてあげる。やってんのに、やってるのに、そこに嫉妬してしまうんですね。自分はピアノを習いたかったのに、この子はピアノできて,って。で、その時にね、子供がピアノを練習しようとしないとか、やめたいとか言った時に爆発しちゃうんですよ。私はピアノを習いたかったのに、習えなかったのにとかね。ねあなたはわがままばっかり言って,ってで、結局ガミガミ叱ってしまう。 で、子供は気持ちを閉ざしてしまう。で、自分の親と同じことをしてしまう。ね。で、その時に、自己嫌悪に陥るんですね。だって自分が嫌やったことをしてしまうから。自分がさえて嫌やったこと、自分と同じ苦しみを子供に味わわせたくないと思って子育てをしている。でも、同じことをやってしまった。その時に、ものすごく強い自己嫌悪に苛まれるんですね。で、もしかしたら、自分の親、毒親ね。 もし毒親なんであればその、私も毒親になってしまうんじゃないか、こんな私は子供を育てる資格がないんじゃないかっていう風に、ますます自分を責めてしまって、自信がなくなっていくということです。はい、ということでね、えー、今回はアダルトチルドレンが悩む子育ての壁を19個紹介させていただきました。まとめますね。まず、イライラがひどいということですで。イライラすることはそもそも悪いことじゃないんですよ。 ね、自分の尊厳を守るために、えー、大事な感情です、ね、相手が自分の境界線を踏み越えてきているよってサインなんですよそれに対してはきちいノーを言うことも必要なんですただ、そのイライラっていうのはやっぱり自分の中にある期待であったりこうしなければいけないルールから来ていることが多くアダウトチュードレンはそういうルールがものすごく多いんですね自分の親に植え付けられたルールです自分の親に愛されるために自分で作った作戦ですそれが多いからイライラする機会も増えてしまう 2つ目、まあ、完璧を求めてしまうとかね、まあ、イライラとも多いんですけど、自分の中にこうすべき、あわすべきっていう、そのね、基準が高いし、今まで自分は完璧にしてきたからこそ、えー、いろんなとこでうまくいった、まあ、問題なく過ごせた、そういうことがあるから、子どもにも完璧を求めてしまうし、自分の家事、子育てとかもね、そういう家族関係にも完璧を求めてしまう。 で世間体を気にしてしまったりついついできなかった時に自分を責めてしまうで自分に自信がないから、えー、育児所であったりママ友であったり SNS で見たら全然知らん友達であったりそのね教育家、まあ、おかちみたいな人にね <laughs> 振り回されてしまうということであったり自分の中の明確な基準がないから他の人と比べてしまったりでわ分からないと言ってはいけないとか弱みを見せてはいけないという思いからね全部1人で抱え込んでしまう。 助けを求められない、わからないと言ってはいけないとか、子供の時に愛してもらった記憶がない、そういう、ねえー、経験がないから、どうやって子供を愛したらいいかわからない、ね。無理をしているから可愛いと思えなかったり、自立してほしいと思いながらも、えー、でも巣立っていくのが寂しいよねって、ねね、自分が子供の時にしてほしかったことをしすぎてしまう、それによって過干渉になってしまったり、逆にされて嫌やったことを同じようにしてしまう。 ねえー、やっぱり僕たち、私たちは自分が育てられたように子供を育てる、人を育てるようにできているんですね。だからこそ大事なことは自分を育て直すことだと。これが子育ての壁を越えるための一番本質的な解決方法かと思っています。自分はどのように育てられたかとか、ね、もっと自分の気持ちを大事にしてほしかった。自分の時間を取りたかった、ね。自分でスケジュールを決めたかった。自分で物事を選択したかった。 ね、自分のスペースを持ちたかったとかね、えー、嫌なことは嫌って言いたかったとかあるわけでしょ。それが言えるように、スキルを身につけていきましょうということですそれを。そのスキルのことをライフスキルって言います。ライフスキルっていうのは、自分で自分のことを幸せにする技術であり、ねえー、自分の心の声を叶える技術であり、自分の人間としての尊厳を傷つけようとする何者か何者か,から守る能力なんですよ。これがライフスキルなんですね。 そう。このライフスキルを身につける講座、ライフスキルコーチ認定講座、180日間の講座であったり、60日の生き方プロジェクトであったり、えー、もっとライトに言えば、インスタグラムのオンラインサロンとかもやってます。そちらは月額600円でお気軽に参加できますので、まずはね、そこら辺りからご参加いただいてもいいし、この YouTube を聞くだけだったら無料なんで、この YouTube のね、えー、ゆるめる子育て、えー、ラジオ。 再生リストを作ったんで、それをね、ずっとあの聞いていただけたら、少しずつ緩んでいくんじゃないかなと思います。えー、緩むように作ってます。えー、長尺動画ね、毎回1時間ぐらい頑張ってますので、えー、今日の放送を聞いて、ちょっとでも参考になったなとか、共感できるポイントがあれば、高評価ボタン、いいねボタン、そしてチャンネル登録ボタン、よろしくね。はい、あとね、概要欄にはね、 え本日お伝えしたライフスキルを高めるそして自分の中の人生脚本を書き換えるための、えー、講義動画を26本無料でプレゼントしてますので、えー、概要欄から受け取ってみてくださいで今回はね親も子も楽になるゆるめる子育てっていう書籍から、えー、書籍を参考にして、えー、お話しさせていただいてますそれはおカチが書いた本なんですけどねその本も概要欄にあるので買ってください 自分の子育てを見つめ直したいとか、自分の中にあるこうしなければいけないという見えない鎖を緩めたい、そういう方はね、ぜひ買ってください。よろしくお願いします。ということで、今日はこんな感じでしょうか。I am a star, you are a star。自ら輝けば世界は七色に輝く。ワンダフルな一日をお過ごしください。バイバーイ。11月11日11時34分です。ポッキーの日。 ポッキー食べるんかな